冒険の軌跡をご覧になりますか？このスパ。これは本当に私たちの劇場か？すごい、装飾が新品のように磨かれてる。マイクまでこんなにピカピカだわ。手が届かない照明の裏も塵一つありません。こんなに綺麗になるなんて誰が気に入ってくれたかな？もしかしてカズマが掃除を？どういう風の吹き回しだ。まさかまた何か企んでるんじゃ。企んでなんかいない。むしろ逆だ。今までの非礼をぜひとも謝罪させてほしい。すまなかった。カズマさん、土下座なんて。頭を上げてください。ここまでしないと俺の気が済まない。事情があったとはいえ、お前たちをビジネスに利用しようとしたことは事実だから。カズマ、だから今度こそ踊り子として夢を叶えようとするお前たちを本気で応援したいんだ。俺にもう一度チャンスをくれ。頭を上げてくれ。謝罪はもういい。済んだことだからな。なんだかんだで私たちの知名度が上がったのはカズマの手腕だし、感謝もしてるのよ。お前たち、それじゃあ。ああ、これからもよろしく頼むよ、プロデューサー。ああ、一緒に頑張ろうぜ。よし、準備はできた。あとはリアたちをコンテストで優勝させることができれば賞金10億が手に入る。で、早速だが一つ提案があるんだ。コンテストに出てみないか？コンテストって今度アクセルで予選が行われる？その通り。優勝すればアクセルハーツの名前はこの国中に知れ渡るはずだ。大丈夫なのか？かなりの実力派も出ると聞いたが。何を弱気になってんのよ。オートで一番可愛いって証明するいい機会じゃない。オートのステージに立てばきっと。そうだね、エリカちゃんの言う通りだよ。僕たちにできる最高のショーを披露しよう。わかった。二人が言うならやれるだけやってみよう。このスバ。念のため概要を確認しておくか。オートでの本戦に出るにはアクセル周辺エリアの代表を決める予選を勝ち抜く必要がある。予選の一次選考は審査員との会話、二次で体力、三次で知力を確認して最終選考でパフォーマンス。なるほどな。アクセルだけでも4回もふるいにかけられるのか。何か保険をかけるべきか。エミーの声、ミーヤに何が起こったのか。やめろ、離せ。ミーヤちゃん、ミーヤちゃん大丈夫かって。え、キャワワ、何この子。キャワワワワ、もう離してよ。生らしつこい。なんなのこれ。かわいいお耳ね。かわいすぎて私を殺すつもりかしら。ああ、お耳もかわいいわね。もふもふしたい。ねえねえ、もふもふしてもいい？お金あげるから。あのミーヤちゃん嫌がってるみたいだから話してあげてくれない？モフ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 なお耳、かわいいにゃー。
襲われてると思ったらメリッサだったのか。相変わらずの豹変ぶりだな。カズマくん、ぼーっとしてないで、うちのミヤちゃんを助けて。そうだ、せっかくだから。なあメリッサ、ミヤたちともっとお近づきになりたいなら踊り子コンテストに出てみるってのはどうだ。ミヤちゃんって言うの、かわいいわね。出るわよ、キャバワ、キャバ、キャバ、キャワワワワワ。待てよカズマ、ミーヤは踊り子コンテストなんて別に。肉まん買ってやるよ。わかった、出る。ね、ミーヤちゃんが出るなら私も。ちょろい、ちょろすぎて不安になるくらいだ。でもまあこれで一組追加エントリーできる。合計3組、この中の誰でもいい、優勝して俺に10億エリソを運んできてくれ。魔導写真にうちわに手ぬぐい、素晴らしいですよチャーリー。コレクションに加えさせていただきます。お喜びいただけて光栄です。アクセルの劇場を襲撃した際、決死の覚悟で奪ってきた甲斐がありました。特にこの写真のリアの太もも、写真だというのに直視できないほどの眩しさです。一度でいいから膝枕をしてもらいたい、そうは思いませんかチャーリー。いや全くです。しかしダニエル様は本当に踊り子がお好きですね。いつから踊り子が趣味になったのですか。これは心外ですね。私がただの趣味で踊り子を見ているとでも。違うのですか。もちろんです。私が踊り子をめでるのは古文書にある踊り子を探すためなのですよ。古文書にある踊り子中心であるあなたにはそろそろ話しておいた方がいいかもしれませんね。このスバメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。